こんにちは、カネゴでございます。ということで、今日朝市に行ってきたんですけど、ちょっとこれまず見てください。すっげー安いんですけど、これこういうのが稀にあるんですよ、市場って。こういう片隅にね、こう、これ色物っていうんですけど、いろんな魚が入ってるやつ、その、まとまって取れなかった魚をもう1個にまとめて売るやつですね。ものすごい安いんですよ。多分鮮度的にもこれ多分もう今日買わなかったら捨てられちゃうと思うんで、なんとか料理してみましょう。これこれなんですよ。皆さん朝市っていうと取れたての魚しか並んでないっていうイメージがあると思うんですけど、もちろん取れたての魚が多いんですけど、売れ残りの魚っていうのも結構あるんですよ。どう見てもこれ鮮度めちゃくちゃ悪いぞとか、もうひどいのになると、もう匂いも来ちゃってる魚とかもたまに並んでたりするんですよね。で、今日買ってきたあの雑魚セットはもうかなり匂いも来てたんですよ。僕これね、売っちゃダメなレベルなんじゃないかなと思ってあえて買ってきました。というわけで、とりあえずキッチンに行きましょう。本日買ってきた食材がこちらです。もう見た感じすごいでしょ、鮮度が。種類から言いますと、これがベラ、九鮮ですね。これホウボウ。で、これ本アナゴ。で、これダルマアナゴ。これがね、僕らの地域では白ムツって呼んでますね。こいつね、白ムツにちょっと似てるんですけど、顔が若干違うの分かりますか？これなんだろうな、クロサギに似てますね。クロサギなのかな。で、これがヘダイですね。マナジとも言いますね。で、このちっちゃいのこれイサキですね。で、これ白ムツと、で、これが、地雷かな？うん、これ地雷ですね。で、家持ち帰ってきて見てみると、さらにわかるんですけど、これはひどいわ。まず、魚って傷んでくると、光沢がなくなってきます。で、光沢がなくなってきて、で、もっと傷んでくると、目がくすんできます。で、もっともっと傷んでくると、目がくぼんできます。もうこういう魚は絶対買っちゃダメ。もうこれとかもうすごいわかりますよね。目がへこんでるの。わかりますか？こう、ほら。で、触ってみると、身がとても柔らかいです。すーごい、ぶよぶよですね。もう刺身では絶対食べちゃダメ。ホウボウって色鮮やかでとても綺麗な魚なんですけど、くすんじゃってますね。色が完璧に。お腹ももう、ダラダラですね。で、このね、ダルマアナゴだけ、鮮度がいいんですよね。こいつだけ朝どれのやつを入れてるなって感じですね。一匹余ってたから、家入れちゃえ、みたいな。で、同じアナゴでも、これはマアナゴですね。マアナゴはここにてんてんてんってこう、点がいっぱいありますね。ダルマアナゴより、マアナゴの方が味はうまいです。また小魚って痛みが早いので、早く売り切らないとダメなんですよ。で、真相はわかんないんですけど、僕ずっとこう、魚扱ってて、だいたい魚をどんだけ保存すると、このぐらい痛むっていうのをわかるんですけど、この小魚、一週間ぐらい寝かしてる可能性があります。先週の魚かもしれないですね。そのぐらいの鮮度感ですよ。わかんないですよ。真相はわかんないですけど、一週間ぐらい寝かした魚のクオリティです、これ。これダメです。あの店で結構買い物するんで、こういう動画出すと、あの店の方から今後嫌われてしまうかもしれませんけども、やっぱダメなものはダメなんで、こういうのやっぱ改善してもらいたいっていうので、今回動画にさせていただきました。じゃ、ちょっとね、さばいてみましょうか。ヘダイですね。もうこの段階で匂いがきついです。腐る寸前の匂いっていうのがあるんですよね。完全にそれですね。これじゃあまず鱗取っていきますね。もう鱗もめちゃくちゃ剥がれやすいです。もうなぞるだけですね。全く鱗にも張りがありませんね。で、身も柔らかいですね。もう鱗かきが貫通しちゃいそうなぐらい柔らかいです。で、頭を落とします。これ、お腹です。トゲトゲでしょう。もう腹骨が何もしてないのにこんだけ浮いちゃってますからね。トロトロですね。で、すっごい悪臭が漂ってます。もう腹はこれ切っちゃいましょう。肩身だけ下ろしてみましょうか。柔らかいなぁ。ほら。もうね、身が割れちゃいますね。体型の魚で身が割れちゃうっていうのはね、もう相当やばいですね。こんな感じですね。ねっとりしちゃってるんですよね。次こちら、ベラ。これは釣りでよく釣れますよね。で、この魚釣り人には結構嫌われてる魚なんですけど、意外とうまいんですよ、この魚。ただちょっと、さばくのが、手間ですね。ほら、この魚ももうお腹が、もうトロトロです。溶けちゃってますね。こんな、これです。白ムツですね。で、頭を落とすと。この魚は、まあ、鮮度悪いんですけど、まあ、そんなめちゃくちゃってことじゃないですね。もう最悪なのは、ほんと腹骨がこうした時に浮いちゃう魚。もうそれは、もう食べちゃダメなレベルの鮮度ですね。まだこの白ムツはギリギリ食べれるぐらいですね。で、これ、クロサギかな？間違ってたらすいませんね。これも白ムツと同じぐらいの鮮度感かな。うわ、臭い。お腹臭いな、これ。これ、ちっちゃい鯛ですね。
僕らの地域ではこのぐらいのタイのことをチャリコチャリコって言って、防波堤の餌釣りでかなり釣れるんですよね。まあ、釣れると僕逃がしちゃうんですけど、このぐらいのタイを三枚おろしにして、あの酢で締める料理、それがね、笹漬けって言うんだっけな。それうまいんですよね。お寿司屋さんでも出てきますよ。こういうちっちゃいタイってね、うまいんですよね。この身質がきめ細かくて、とてもうまいんですよ。鮮度はこんな感じですね。こんな感じ。身は柔らかいです。で、次はイサキ。このイサキもね、うまい魚なんですよ。こんな感じですね。この小ささの割にはお腹も厚みがあって、クオリティ的にはまずまずなイサキですね。で、個人的にちょっと怖いのがこれを、ほうぼう。もう目も黄ばんじゃって、へこんで、お腹も緩くて、身もぷよぷよで。これはちょっとね、世間は許してくれませんよ。で、ほうぼうの頭は、ヒレの後ろに1本。こっちにも1本。で、ここのお腹にもヒレがあるので、ここの間に包丁を入れて、で、こっから1本。で、断ち切ると。お腹を割ります。で、この丸いのはね、胃袋です。背びれがとても強いので、背びれにこう切れ込みを入れちゃいます。V 字カットで、ビーッと。こういう感じですね。で、こう切れ込み入れると、煮付けた時に、こう身が開くんですよ。こうやってビーッと開いて、食べる時に背びれが取れやすいので、すごく食べやすい煮付けとか塩焼きになります。次こちら、アナゴ。まあ、アナゴの方ですね。で、この動画見てる視聴者さんは、僕の動画とか変おじの動画見てるので、このアナゴの鮮度感、わかりますよね。もう色が完璧に汗ちゃってますね。で、アナゴって結構汚いものを食べるんですよ。なので、このお腹をすぐに出してあげないと、お腹のこの臭い餌の匂いが、この身に渡ってしまうんですよね。で、こう、多分餌すごい食べてるんですよ。もうプニプニなんですよね。ちょっと心配ですね、これ。で、内臓を取っちゃって、はい、こんな感じですね。結構、臭いですね。だるまアナゴ。これはね、鮮度がいいです。張りも光沢もあって、とても綺麗な魚ですね。これは間違いなく朝どれでしょうね。綺麗だ。もう全然違うもん。ほら、もう今までの魚と、まず内臓が違うわ。卵も綺麗な色してます。で、この魚の内臓って、古くなると、この肝臓からすごい悪くなってくるんですよ。肝ですね。肝が溶けてくるんですけど、ほらもう肝、全然まだ溶けてなくて、新しいです。張りがあって、硬いですね。で、胃袋も綺麗な胃袋してますよね。餌はここ入ってるんですよ。入ってるんですけど、餌から腐敗が来てない。綺麗な内臓ですね。はい、ではひとまずおろし終わりました。こんな感じですね。で、今日はもうややこしいことしないで、シンプルに塩焼きで食べてみたいと思います。塩焼きが一番味がわかるので、結構水できれいに洗ったんで、表面のぬめりとかは取れております。で、このアナゴは天ぷらにしてみましょうか。お塩をこう振って強めにいこう。で、これをグリルで焼いてきます。今日の動画は音声とかテロップとか少なめでいきますよね。ちょっとね、早く揚げたい、これは。マアナゴですね。そうだなぁ。こう、包丁でぬめりをしっかりと取って、このぐらいの大きさに切りますか。ダルマアナゴ。ダルマアナゴの方が、こう、すごく肉厚でうまそうなんですけど、なんか味がね、薄いんですよね。味が薄いのと、ちょっと骨が気になりますね。やっぱりマアナゴには勝てませんね。で、ヒレもちょっと気になると思うんで、これ取っちゃいます。ピーッとこうやって、ビーッと。このぐらいの大きさに切っていきます。マナジもちょっとせっかくなんで3枚におろしたから天ぷらにしてみよう。柔らけーすごいなこれ。そしたら揚げていきます。衣をつけて、ちょっと花を咲かすために上からペンコをプラスします。
はい、このようにカラッと揚がりました。ここまでしちゃえばもううまそうですよね。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこちら天ぷらからいただきましょうか。今日はこちら柚子塩でいただきます。本アナゴからいただきましょうか。いただきます。うん、なるほど。ちょっともう一個いいですか。うん、そうですね、思ったより臭みはそれほどないんですけど、身の張りがなさすぎてこの天ぷらの衣とこう同化しちゃってる感じがしますね。油はあってとっても美味しいアナゴなんですけどね、アナゴのクオリティとしてはうまいアナゴですね。次はこちらダルマアナゴ、これは鮮度の良かったやつですね。いただきます。うまい。やっぱね、全然違うわ。もう口の中入れた瞬間から違いますね。で、味自体はやっぱアナゴの方が美味しいかなと思いますね。ただ身の張りですね。次こちらヘダイ、マナジですね。これちょっと怖いな。いただきます。うまぁ、くたくたですね。で、なんかねっとりしてますね。ねちょしてる。うわ、あかん。あんまり美味しくないかな。やっぱ天ぷらにしちゃえば、こう、匂いとかって、ある程度気にならなくなっちゃうんですね。匂いはしませんけど、とにかく食感がちょっと気持ち悪いですね。ぬるっとしてます。はい、ではこちら、塩焼きですね。なんかもう臭いんですよね。もうここの段階で。じゃあまず一つずつ食べていきますね。これほんと正直に言います。まずかったらまずいって言います。美味しかったら美味しいって言います。で、匂いは今すごい匂いしてます。じゃあまずこの、さっき食べたマナジですね。ヘダイからいただきましょう。いただきます。かーまぐっ。やば。これか。皮目が臭いなぁ。かなり匂いますね。で、身がこのすごく柔らかくて、もうなんだろう。ペースト状なんですよね、身が。これはちょっとダメですね。じゃあ次こちら、チダイをいただきましょう。ちっちゃいけどこれは油のあって良さそうな魚でした。いただきます。うん、これは美味しいです。匂いもさほど気になりませんね。でもちょっと食べるとこが少ないですね。9000。でもこの魚ってね、匂う個体はすごく匂うんですよね。美味しいやつは美味しいんですけどね。うわ、なんか粘ってしてる。ほら、ねちょーってなんか、ほら、ネバネバしてる。なんだろう、この粘り気は。こんなんあったっけな。いただきます。美味しくないですね。匂い、めちゃくちゃ匂い。鮮度どうのこうのの問題なのかな。これ個体の問題なのかな。なんか薬品みたいな匂いしますね。で、9000はたまに匂う個体があるんで、多分シンプルにその個体に当たったんだと思います。身自体はこのマナジよりかはマシですね。次こちら、イサキ。イサキはこうやってね、背びれが鋭いので、背びれを先に取っちゃって、こういう風に。で、こう、背中からかぶりつくと。いただきます。くっせ！くっせ！やば！くっさ！皮目くっさ！一番マシかなと思ってたのに、一番くせえわ、これ。本当は僕も美味しく食べたいんですけど、ごめんなさいね、こんななんか、まずいまずいみたいな感じの映像になっちゃって。でも今日はね、ちょっとリアルをお送りしたいので、こういう動画になってます。僕も市場でこういう魚見かけては、避けてたんですよね。もう、ああ、鮮度悪いなと思って。避けてたんですけど、やっぱり一度味を知らんといかんなということでね、今日はこういう動画撮っております。じゃあ次こちら。これは、白ムツかな？白ムツ。これもね、美味しい魚なんですよ。これ、いただきます。うん、美味しい。白ムツうまい。あ、うまいうまいうまい。うん。身に匂いもないし、油もあって、美味しいです。皮も、まあでもちょっと皮はくせえな。皮がくせえかもしれんな、もしかして。皮くせ。皮臭。ちょっと皮に完全に匂いがついちゃってますね。次、ホウボウですね。こう、切れ込みのところが裂けて、こうやって背びれが取りやすくなるんですよね。こうやって。簡単に取れますんでね。ホウボウ、いただきます。あー、食べれないことはないんですけど、これね、匂いますね、身まで。身まで来てるわ。ほんのりと、あの、釣り餌のオキアミってわかりますか？あれの匂いがします。最後ですね、クロサギ。なんかこれ一番ふわふわしてて美味しそうですよ。身質がね、柔らかいです。ほら、ふわふわふわっと、いただきます。うわ、まずいなぁ、くっせ。ダイレクトに癖や、これ。それぞれ癖がありますね。困った時の、ゼン、ギーノのやつ。こ
こいつがおれば怖くないですから、もう流し込んじゃいますから。これで思ったよりでした。もっと臭いかなと思ったんですけど、意外といけます。いただきます。うめえ。お口の中リセット。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ちょっと何匹かはどうしても食べれなくてさよならしちゃったんですけども、白ムツとかアナゴとかは普通に美味しかったです。朝市に行くと僕の動画見て、あ、こう来ていましたっていうリスナーさんがすごくたくさんいるんですよね。ありがたい話で、でそういうリスナーさんが朝市にあるイコール鮮度がいいと思ってああいう魚を買っちゃうと、もうなんかとっても悲しい気持ちになっちゃう。僕も悲しい気持ちになるんで、今日は市場の実態、こういう魚も売ってるんだぞっていうのをちょっとお送りしました。いわゆるスーパーとか飲食店っていうのは、賞味期限とかすごくしっかり守られて売られてるんですけど、結構市場って割とグレーなゾーンなんですよね。本当にグレーで、結構皿に盛ってそのまま置いて販売されてるんですよね。まあ、魚って基本10度 C 以下で保存するのが適切なんですけど、夏場の氷も何も敷いてないところで販売されてる魚っていうのはやっぱりその分傷みが早いですし、もうその日に売り切れちゃえばいいんですけど、どん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 次の日、その次の日と繰り越し繰り越しになっていくと魚の鮮度もすごく落ちてきます。魚っていうのはやっぱり生物なんで、どん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 こう回転回転でもうその日売り切りぐらいの方がベストだと思うんですけど、やっぱり商売っていうのはまあそんなにねうまくは いかないのでね、ああいう風に売れ残りっていうのも出るんですよ、しゃあない。だけどお店サイドも鮮度感はもうちょっと気をつけてほしいなと思いました。今日ちょっとさすがに市場歩いてて立ち止まっちゃいました。あれはこれはひどいなと思いましたね。今日買ったお魚屋さんも本当その日上がった素晴らしい魚もたくさん並んでるんですよ。むしろそういう魚がほとんどですわ。ただ奥の方にああいう風にもうなんかちょこちょこっと置いてあるんですよね。あれはね売らない方がいいと思いますよ。あのぐらいの状態になったんだったらもう割り切って廃棄しちゃった方がいいと思います僕は。というわけで今日はあまり美味しそうな動画ではなかったかもしれませんけども、まあ、こういう実態があるということを皆さんにお伝えする動画でした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。